前におさらいをするよ。まずは自己紹介。新一級中学校に通っている私、桃でゆりかたち3人。そしてグリムランドにいる妖精や審判、キュアメルの青年の3匹だよ。続いてはテニスのルールのおさらい。テニスの得点はラブ0、1本取って15、そして1本取って30、そして1本取って40、さらに1本取ると1ゲームゲット。いつものポピュラーテニスの試合は2ゲーム1セットマッチ。このゲームを2回取れば勝利だよ。覚えたかな。あと1ゲーム取った後にチェンジコートがあるわよ。さーて、ここは重要だよ。ニュースアドバンテージ。というの試合のどこがよくあるからよく見つけてね。それじゃあポピュラテニスオンテオンエア。ユリカの家の手伝いでジャガーエース。プリズムストーンを手に入れてプリズムストーンを集め始めたポピュラテニス。今回の話はユリカのお家の生活だよ。みんなで朝ごはん食べた後やな。食べた後は皿洗い。何でも母ちゃんに手伝わせたらあかんで。これ全部お兄ちゃんが手伝ってくれるし頑張ろうっと。あ、やってる。お休みの日にはできれば毎週でもいいわね。二人の息がぴったりでこそ軽米なんだよ。不動産時だしやってくれね。おお、頼もしいやんか。はあ、今日も静かね。平和って退屈で嫌なんだよね。ゆりか、遊びに来たよ。ご機嫌で何よりだわ。うん、君たち二人でどこに向かうんだい。ミッキー、やってみたいよ。メイズ教ダウンロード。だあのマンションを壊してポピュラテニスを見つけなさい。出たわね、今度は木のお化けか。相手にとって鉄則を出しね。テニスジェリー、テニスチェンジ、レディーレンチェンジ、エッスリー、ずっとエッスルーの光、ずっとエッスイエローの光、クラゲと命のエース誕生、テニスジェリー、あなたを勝てたエース、ジャンジャン、テニスデンジ。お待たせ、お願いメモリーで空間を通ってきたの。どこでも空間、ユリカの家。なるほど、ミスリーガならトレードバックの使いでどこでも行けたんだ。あれは何だったっけ。もサーブリアルが3人ともリボンの下についています。テニスコートオンステージ。今日はマンションの真ん中だね。今日こそ決着をつけてやるわ。今日こそ片付けてやる。ザ・ベスト・オブ・ワンセットマッチ、テニスジェリー、サーブ、プレイ、さあ、やあ、やあ、ネットにボールが触れなければ余裕よ。でも最悪パワーが足りてない。お前たちは目が回る。ちなみにバットでホームラン。あ、このままじゃ負けるかも。ユリカ、早く来てしまう。ユリちゃんとケシアさんが私の家に。ユリカさん、ちょうど来たわ。テニスのピッチ、レディーレンジャーズ、レッツイずっとエッピンクの2人、アイスプリのエンジ、サンジョン、テニスピッチ、ポピュラテニス。いい天気の日曜日を二人のバージンがよくもぶち壊してくれたわね。世界の夢を満たす邪悪なエースは通せない。3人揃えばこっちのものよ。早く片付けて帰りましょう。それ、やあ、やあ、はあ、やあ、
砂に。気合それどじ。ピーチャーショット。暗くなれ。はあ、フォーティーサーディーポピアテニス、マッチポイントポピアテニス。止まれ。よし行くよ。3つのプレーを大きな力に。ポピアテニスプリズムサンバーセントポリオ、三井ブレッツネタイポピアティチャンピオンシャーニング。レイズ教の負け。ゲームセットアイマスポピアティニー。ここ投げなんだから。チキショー、また出直してくるよ。じゃあな。疲れたわ。これでゆっくりできるね。ゆりか、一緒に出かけよう。すぐ行くよ。帰ってきた後には手洗い。手洗い必ず。はい、必ず。